あのフィリップタイプって言われる人は画面にどんどん近づいていくんですけれども、オーシャンタイプって言われる人は画面からどんどん遠ざかっていくんですよね。フィリップ画面までの顔の距離3センチぐらいしかないですから、オーシャンは逆に30メートルぐらい離れる。さあ始まります、キシルピカチュウ VS ザクレポケトレーナー、ポケモントレーナー、ポケモン対決でさらにポケスタ2と、はい、おっとスマブラの大会かと思ったらこれポケモンリーグでしたね。てかピカチュウにはポケトレなんですね。なるほど、確かに。まあ、まずザクレの手持ちで考えるとワリオは、まあ、別に無理じゃないけど、ちょっとめんどくさいよね。なるほどなるほど、あるとは思うんですよ。まあピカチュウってフットショも強いじゃないですか、はい、この辺でワリオとかウルフだとあっさりとなんか何かの表紙にコロッとやられるっていう危険性とかあるのかなというのもちょっと考えられますね、はい、って考えるとまあこのフッシー、ああウェビー危ない、ツルノムーチ、ツルノムーチニュートラルからの葉っぱカッター引っかかってくれれば OK と、うん、確かにタイプ不利な全員が目からスギソに変えましたからおっしゃる通り、そうかリザードの引っ込もあるから対ピカチュウ不思議そうしかないのか、確かに、うん、なるほど、不思議そうピカチュウからの回避確認している、投げ通して51、64、だがピカチュウも無視免許、いやー不思議そう強いステイオフに、あこれはいや強烈ですね、このリザードの上投げ、はい、地球投げですか、地球投げ、地球投げ、地球投げてないじゃんこれはなんかポケカの頃からこうだね、確かに着地、おっと横スマッシュ当たらない、つかみは届かない、ニュートラル、今のリザードの上投げ見てて思うんですけど、はい、不思議そうって投げからあの鶴の向き当てるとかなり早く撃墜できるじゃないですか、はい、でそれはそれでもちろん強力なんですけど、リザードの上投げって要はその一定ダメージになれば倒せるみたいな、要は技術とか読み合いが介在しないっていう倒し方っていうところで安定感があります、ね、はい、不思議そうとはまた違った、しかも鶴の向き系のものが当たらなくなってきたなっていうところ、そうですね、ちょうどリザードンがみたいな感じで相互作用があるというか、そうですね、かなりじゃあ君次ね、次君ね、不思議そうが割と遅めなあの近距離の反撃手段っていうところに対しても、リザードンはガーキャンウエスマっていう強力無比な反撃手段があるので、この辺でもかなりなんかね、そうお互いに登場効果というか、横島危ない、今度はきっちりね横島に対してシルピカチュウ押し置きましたね、しっかりね冷静さは失っていない、 60% ゼニー投げる、まだそのまで空気の手裏爆裂フラワー名前面白いですね、裏爆裂フラワーめちゃくちゃな名前だ下口ポイント、メテオが当たればピカチュウといえども激しすぎます、もう攻撃範囲の広さで言えば他の追随を許さないメテオ、いやあれ最強ですけど、ね、本当に復帰阻止最強技、発生も早いし、あっとガードできず、結構並んできましたですね、追いついてきた、葉っぱカッター電撃でかき消しながら突っ込んでくるのはキシルピカ、帰ってきてる、復帰ルートは無限大、ジャストシールドしてつかみ当たらず、おっといい下スマッシュですね今のね、ただまあ結構撃墜と言えるほどこれはあおー撃墜のむしろ助かまあまあもちろんあのままでも助かってますけど、大丈夫か帰る、うん、無限の復帰力失踪、なぜだ鶴の持ち長いですね、リザードンの100番ぐらい返ってきた、おっ、EQN からの脱マッチ、はい、飛ばしあんまりですね、そうですね、ピクに比べれば入る、リザードンチェンジ、やっぱりクエルから安定して繋げられるのはでかいですね、はいはい、そうですね、ちょっとこの状況、おっと勝負に行きましたね、これあー、上投げはそうか、まだなの、はい、リザードン重いですか、おや、これはなんだ、ハメハメハメか前キシル、ここで逆転、さあこれはありますよ、あります、おっと逆逆上、そうなんでしょうね、これ引っかかるんでしょうね、本当にからの葉っぱカッター当たらず、実に五分といった展開ですが、はい、と思わせといて、これは痛い、痛すぎる、死にそう、ゼニガメがいなくてもこのコンボ火力、なんだこれ、掴み狙っていったが電光石か、一気に 75% ですね、ちょっともうピカチュウの下今投げられると危ないですですね、鶴のムチが怖くなってくる、ジャンプを読まれても危ない、投げ後ろ、そうですね、もう鶴のムチは多分繋がらなさそうな感じだったので安定に繋げていったところでしょうか、はい、
そうそう、リザードンチェンジも待ってるじゃないですか。そうですね、それも全然視野に入ります。あまりにも遅い。あっとやってしまった。あー、あっぱいいわ。やりますね、あれはですね、あれはしますね、はい、やりますね、僕もやりますよ。僕もやります、うん、まあ移動方向は違うか、なんか左か右かの違いあるかもしれないですけど、回避を見られちゃうのは多分ですね。急降下爆裂爆裂ラー3種の名前だけは面白いからなぜか覚えてる。なるほど。そうですね、通常技もね、技名ついてますけど基本的に読み上げることないですから。面白いですね、全部爆裂する。でも一部あれじゃないですか、ナタとか、はい、あの辺は技名で呼ばれてるとこありますよ、ね、あ確かに。そうですね、超音響だいたいシークが多い、まあ、かっこよくて短いんですよ。超音響は必殺技なんで通常技で呼ばれてるのは珍しいなという。さあ2戦目はスマムラに変わりました。だいぶ面白い名前か、確かに確かに。あったコンボ火力一気に 40% あれですね、はい、面白い技名といえばあのジャックハントのクエンのワンワン大車輪とかもなかなかあれライトさんお気に入り。そうですね、ライトさんお気に入りです。なんだ負け外にわざと出て、うーん確かに駆け上がりを誘っていくと。おー、なんだこれ。おっと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 、めちゃくちゃエスパーエスパー爆裂フロー。あでもあのこのシリーズデラックスからかずっとあるのが、はい、あのスマッシュホールドしてる相手になぜか突っ込んでやられちゃうことってありません？いやあります、正直ある。で上手くなってくるとスマッシュホールドした瞬間にどうせもうこれ反撃確定なんだからすぐ打つだろうみたいな、そういう思考なんだ。相手に対する甘えがあって、でその後走ってたらえこいつまだ溜めてんのみたいな感じで食らっちゃうっていうのは多分得てしてあると思います。もしくは最大取らなきゃいけないっつって歩くかもしれない。そうですね、出しになっちゃったってのももちろんあると思う。今のは多分間違って出し入れたタイプだと思う。そうですね、ちょっと歩いてギリギリの前まで詰めて横スマッシュフルホールドを一番痛いと混ぜてやろうかなとか思ったらっていう感じです。ただ立ち状態のピカチュウをポン当てするっていうのはなかなか優秀ですよね。確かに横スマ、なんだこれ、心を壊しにかかっているキル。確かに心を積む戦いってやつ。なんだっけそれ、ゲンスルだよ。拾えなかった。後ろ空中ジャスキルから下スマ、まだ全然。おお、今のクエニは後ろのミスかな。ですね、なんかそのまま撃墜しそうな上投げ、ダメージ重視。こうしてね、スリニ休暇があるステージだとリザードンの上投げが強力になるんで、この辺も怖いですね。ですね、確かにおっしゃる通り、まあ戦場ほどではないにしろ。そうですね、まあ戦場の横の台より高いおそらく、うん、からの大丈夫、帰ってくるキシル、なんとか。おー、ナイススマッシュ。見ている、発生と持続の暴力。回避まで見事に勝っている。タイミングを取ってますね。おっと大丈夫、まあ、今のは当たってもそんなに落ちないと思うので。ただしもう3ストック対1ストックということで。そうなんですよね。そうですね、なかなか厳しいところですが、いや今のはうまいな。電撃をね今見ました。カッパカッターで電撃を操作しながら帰ってきました。そういうこと。そうですね、だってあれ回避できないですもんね。そうですね、回避しても状況良くないんで。ウェビーしても当たって結構ね。素晴らしすぎる。投げ、ここで倒したい。なんとか1ストック。お、葉っぱカッターじゃない、鶴の虫で崖掴んですぐ離して空営のなかなか見せますね。うまいですね。もう使い手を超えた使い手、それがザクレ来た。今日危ない、投げ鶴。うーん、3盾ザクレ。よし、まあ貫禄の強さを見せていきました ね。1戦目はかなり良かったんですけどね、キシルピカチュウ。1戦目はむしろキシル君、そう押してましたよね、はい、いやはや、いやーサンスト削り、見事。本当に全部のキャラが優勝できるぐらい強いですからね。そうですね。